朝ものすごく調子が悪いは病気ですか？精神科医カバサワ師匠のカバチャンネル、今日は質問いただきました。パルさん、朝起きる前に過去のネガティブな記憶がフラッシュバックします、セロトニン不足でしょうか？朝起きた時は全ての人がセロトニン不足です。なぜかというと、セロトニンというのは朝起きて太陽の光を浴びてから作られ始めます。なので朝起きる直前あたりが一番一日の中でセロトニンが低いんですね。朝起きてから作られ始めるわけだから、だから夜間の間から低くなってるけど、主に夜間から朝起きる直前あたりが一番セロトニンって低いわけ。太陽の光が浴びて起きてもうすぐ5分か10分すると少しずつ作られ始めるから気分が楽になる。私なんかもだから朝起きものすごく悪いんだけど、本当に朝起きた時って死にそうな感じになるんですよね。もうこのような果てとか本当死にたいわっていうふうに思うこともあるんですよ、冬場とかになりますとね。それっていうのはセロトニンが不足してるというか、セロトニンが作られてないのでそうなっちゃうんですよ。だからその状態で朝散歩していくと、帰ってくる頃にはすごいハッピーで俺って最高って感じになってんだけど、朝起きた直前ってなんだか仕事なんかしたくねえよっていうのあるんですよ私でも。それは起きた直後だから。起きた直後が調子が悪いというのはこれは実に普通なんです。セロトニンが作られてないんだから、ということを覚えておいてほしいですね。朝起き直後っていうのは一番調子が悪い。特にうつ病とかの患者さんはもともとセロトニンのレベルが低いわけで、日中も低いわけなんだけど、起きる直前はもっと低いから、朝起きた時に死にたいっていうふうに思う人が多いんですね。それはセロトニンが下がってる証拠かもしれません。ということで、朝起きた時に過去のネガティブな記憶がフラッシュバックしますっていうのはよくあることです。ただあまりにもひどいと、もともとのセロトニンのレベルが下がってる可能性がある、脳疲労である、うつ病の一歩手前である可能性もありますので、そういったこと自分の調子、日中の調子なんかも見ながら、睡眠運動、朝散歩で、特に朝散歩でセロトニン活性ができますので、調整しててほしいなと思います。今日の動画はいかがでしたか？あなたの感想をコメント欄に書いてみよう。アウトプットで記憶に定着する。